今朝、鹿屋市で夫婦と息子の3人が暮らす住宅1棟が全焼する火事があり、1人が遺体で見つかりました。夫と息子は逃げ出しましたが、80代の妻と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元の確認を進めています。警察と消防によりますと、今日午前6時15分ごろ、鹿屋市東原町で建物から火が出ていると近くの住民から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、無職竹川鉄舟さんが住む住宅一棟が全焼し、一人が遺体で見つかりました。竹川さんは妻と息子の3人暮らしで、竹川さんと60代の息子は火事に気づいて外に逃げ出しましたが、現在80代の妻と連絡が取れていません。警察が遺体の身元の確認と出火原因を調べています。